王網は、中華人民共和国の小説家、文芸批評家、政治家、代表作に、小説、青春万歳、活動券人形。中国作家協会名誉副主席を務めるほか、中国人民解放文芸術学院、南京大学、石膏大学、上海市販大学、家中師範大学、新疆大学、新疆師範学院、中国海洋大学、 アンキシハン大学の兼任教授である、中京第12回13回中央委員、第8、9、10回全国政教上位、元中華人民共和国文化部部長、中国海洋大学文新学院委員長、河北省南平県の人、祖籍は河北省総州、1934年10月15日に北京市に生まれる、父は、 北京大学の教員で母は北京の小学校の教師。1940年に北京支配学校附属小学に入学した。1945年に私立平民中学に入学した。この頃、中国共産党が指導した革命運動に参加した。1948年10月至り1950年5月、中国共産党に入党。 中国共産主義青年団中央団校に進学。1955年、諸女短編小説、あずきじを発表。1956年、諸女長編小説、青春万歳を発表。1956年、百科製法百科総名に呼応した、官僚主義批判の小説、組織部に新しく来た青年で注目される。1957年、 右派分子とされる。1958年から1962年まで、北京工区に加放され労働改造を受ける。1962年、北京市班学校で教職に就く。1963年、イタリ1978年、新京入り委任士と委任県の友恵美子大フ派ビコ、対抗者に代替に入隊。1978年、北京市に戻り、 中国作家協会北京文会に配属される。1979年6月、北京主文連専業作家、中国作協北京文会副主席、文党蘇生委員、副秘書長となる。1986年、中国共産党中央委員に当選。中国作家協会副主席、初期どころ初期。6月、中華人民共和国文化部部長に、昇格。 1989年退任。2002年、中国海洋大学文学院委員長に当選。2005年の全国政教第10回全国委員会常務委員会第8次会議で全国政教分子と学習委員会主任に選出された。2006年11月の第7次全国作大会で中国作家協会名誉副主席に選出。2010年5月、 中国伝中立大学学長の池樹武氏により、名誉教授の称号を授与された。5月22日、商工文理学院に名誉教授の称号を授与された。2011年12月1日、武漢大学当委書記の利権により、文学院名誉委員長と客座教授の称号を授与された。2012年12月、東北主犯大学より、客座教授の称号を授与された。 2013年5月、イリシュ版学院により、客座教授の称号を授与された。2015年、長編小説、斜編風景で、中国文学の最高権威大級解剖順文学賞を受賞。ありがとうございます。